いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供の稲垣です。そして小林でございます。よろしくお願いいたします。はい、すごいです。誰この日をお待たせいたしました。いや、あの今年入って、はい、まあいっぱい出演もあったという食、はい、チャンネルさんのオンエアですけども、はい、ゴーゴーバリューが決まっております。はい、はい、ゴーゴーバリュー実は1年ぶりぐらいじゃないでしょうか。そうだね、はい、そうだね、3月の10日日曜日です、はい、ゴーゴーバリューは午後からスタートします。12時20時23時と3時間、はい、オンエアがあるということなんですが、はい、いやちょっと気合い入りましたね。そうなんですよ、はい、このナストロティースピガートをハンドルに使ったデイリートートを、新しい横型の形でなんと登場させておりますしかもこの色のラインナップ、これこれすごくない、はい、ちょっとワクワクカラーが揃っているじゃございませんか。もうデイリーなねコーディネートを、はい、うん、このデイリートート一つで、最近ほらワントーンコーデって一色のお洋服、ね、皆さん着られますけれども、はい、その時にこれ持っていただくと、はい、パキッと圧倒的にコーディネート変わってくると思いますので、はい、重さをつけるためにはこのトートよということで、はい、早速じゃあちょっと色中見ていきましょうかに、はい、はい、ではまず私のところから、はい、こちらです。白金でございます。白金です、はい、素材これはあのシュリンクなんですけど、そうですね、新しいシュリンクレザーになってからもう1年以上、はい、2年経つ、はい、早っ立ちますね。はい、これがね、見た目も柔らかくて軽くて、マイクロピグメントという、はい、超微粒子顔料を使った、うん、インポートしたね、はい、インターナショナルブランドも使っているような、塗料を使って最新の設備でお作りしております。はい、はい、で、その名前を素敵な名前で白金、はい、でそこにまずちょっと見ていただくとテープが貼られている、はい、これをそのまま使ったやつね。はい、はい、そうですね、イタルテッシル社のナストロティースピガートの、はい、アズーロ、うん、サックス系とベージュ系、オフホワイトのストライプ、はい、を施したテープを使っております。でここでちょっと1点だけお伝えしなくちゃいけないのが、はい、今あの正面の顔を見ていただいてるんですけど、ここに、はい、あのエンブレム入ってるんですけど、はい、これが、はい、実際にはちょっと横に、はい、その辺に変更になります、はい、ということで今これまだサンプルの状態なので、はい、そこだけご了承ください、はい、じゃあ中いきますよ皆さん、はい、ご覧くださいまし、はい、ピスタチオグリーン、はい、ゴールドベージュの配色です。はい、マグネット丸です。はい、はい、そしておお、そうですね、広いね。オープンポケットが2つとスナップ付き、はい、そして、ナスカン付きのストラップが付いております。はい、はい、これね、これね、はい、これから便利なのよ。いやちょっとこの中のね仕様も、あのこれだけこうちょっと開いた時に革のしなやかさ柔らかさも分かっていただけると思いますし、はい、広さも十分に取られているので、これもう iPad 入るタイプ、どう、はい、あのもう余裕で入れていただくことができます、はい、詳しいあの何センチとかっていうのはまたね、オンエア上で本編で聞いていただきたいんですけど、一応確認しとこうかね。はい、はい、余裕で、はい、そこのところも大丈夫でした、はい、はい、入ってます。A4 のファイルもちょっと入れてみますか。あ、はい、私あるよ。ある？ありますね、はい、こちら A4、これね、はい、結構ねちょっとね、軽く出る軽く出る軽く出る、ほらあ、そう、あのね、ちょっとね、ここもちょっとゆ歪む、ごめんなさい。だから硬いファイルだとちょっとここいかないかも、うん、少しだけ軽く出る、はい、軽く出る、はい、引っ張るなんかこう、はい、ほらみんなと一緒に共通項持たないと楽しくないやん、はい、はい、です、はい、はい、こちらが白金でした、はい、品格の白金ですね。お隣、はい、行きます、はい、お、はい、ブロンズ、もう主役級ブロンズ、ナストロティースピガート、これブロンズを合わせて、はい、いやもうこれ持ってばもう真っ黒でも、うん、まあ、ブルーでも、うん、真っ白でも、まあ、何でも、はい、もう一色の何も考えずにこれだけ持てば、はい、どこでも行ってもおかしくないですね。本当だね。でごめんね、さっきこちらの時にお伝えするの忘れちゃったんだけど、はい、ごめんなさい、ここにタグが、はい、そうですね、はい、リトルバイリトルの白押しを施してあります、はい、これも大事、もう必ずあのちゃんとデザイナーの小林さんのメッセージが込められているバッグたちですからね、はい、そして
はい、じゃあ彼らがホワイトと、パープル。ご覧なさい、はい、この色もっていう感じの、ね、この高貴なパープル系を持ってきてるところの美しさ、ね、ブロンズとパープル、はい、もう本当になんかもう主役、うん、王様です ね、 ね、はい、これちゃんとたくさん作った？はい、大丈夫かな大丈夫絶対ブロンズ来るからねいやそうなの、ちょっと待ってだから数作ったっても聞いたんや、ね、打ち合わせちゃんとした時に数の話言っていけばよかった。この人しないしない聞いちゃいない、はい、もう聞いたとて言わないそしてはい、そして白茶、かわいい色、はい、これ好きでしょ。そうですね、洗練されている、はい、なんかこれ持つだけで洗練されてませんか、うん、私もなんてこれ見ると小林さんの顔が夢に出るもん。ですか、夢には出ないですけどすぐです、ね、浮かぶ、持ってる姿、はい、立ち姿が目に浮かぶ。ナストルティースピガートはシャンパン、そして、はい、内側の彼らも、はい、シャンパン、 そうなんだよね、そしてネイビー、シャンパンなの。で、あ、そうなのね。ああ、もうこれあなたの趣味そんなことないもう、ね、はい、シャンパンとネイビー、いいね、はい、もう本当に洗練の白茶、はい、ちょっと春になってきて、はい、これは気になるよですね、うん、いいですね、はい、じゃあちょっと隣、照り書き、はい、お願いします。照り書き、はい、照り書きにもシャンパンのナストルティースピガートがついています、はい、同じね、はい、つけても違う、ね、どうですか、パワーオレンジ、いいと思いますね、うん、なんかパワーがコーディネートに加わって、そしてね、これ桜なんですよ彼ら。あ、そしてこう中はすごいなんかオリーブ、どうですか、この自然な色の組み合わせをできないよね、この色をこうやって組み合わせようなんて本当凡人には浮かばない色の組み合わせ、おしゃれだな。本当にこのシュリンクレザーの柔らかさと軽さ、はい、うん、なんか私たちの日常をこうなんか彩ってくれる、うん、もう本当に使えるデイリートートに完成しております。いや、持つべきね、はい、これね。そうなんですよ、ちょっと大きめのねトートがなかなかデイリーのものが、うん、最近少なかったと思うので。確かに、はい、はい、ぜひこのタイミングで。何色ね、あれ、これ漆黒です。漆黒、はい、あら、なんか信頼の漆黒、はい、なんかあの私ショップチャンネルさんで黒を紹介するときに、もう17年前から王道のブラックって、はい、私が昔あの某出版社にいたときに王道のっていう言葉が王道のブラックなんですけども、うん、漆黒は王道から信頼に変わりました。だからいろんなブランドが王道のブラックっていうようになってからちょっとイラッとしてもうそれ私のみたいな、そう思ってたよね。そうそう、だからもう信頼の漆黒、はい、はい、あ、でもそういいですね、うん、信頼の漆黒になりました。間違いない、はい、そうなんですよ、間違いない、はい、まずファースト ADMJ だったらこの漆黒を選びいただきたいと思っています、はい、でオンエアで言おうと思っていますそして忘れずに、はい、そして内側はオイスターグレーとスカイブルーですね。もう世界中の青空を漆黒の中に詰め込んでいますから、うん、いつでも心の中青空のデイリーを過ごしていただきたいという意味になっています、はい、またこのね、はい、デープのねゴールドのこの色の組み合わせが、はい、やっぱりナストルティースピガート、イタルテッシル社のこのテープって本当にこのただのストライプじゃないんですよね、色のところによっても折り方、厚み、うん、全て違うので、はい、このシャンパンやブロンズ、はい、今回シャンパン、ブロンズ、アズーロ3色、はいはい、ナストルティースピガートを使っていますけれども、はい、これは本当にストライプ、このストライプによって、うん、なんか色を選んでも革の色じゃない気がしませんか、うん、それもありだな。だから、うん、もうもう漆黒かブロンズ、ブロンズかをどちらかお選びいただく。こういうことか。そう、こういうこと。こういうことなんだよ。こことここなの。こことここはどちらか必要じゃないですか。そうなのよ。これでもね、だ同じそのテープでも、うん、また本体の色が違うと、はい、こんなにバランス違って見えるのっていう感じも楽しめるし、はい、そう。そしてシャンパンは、そう。ほら。そう、こっちね、こっち、あ、ごめんね、こっちこっちこっち、はい、はい、シルさんが迷っちゃった、ごめんね、私が思っちゃったから、はい、照り書きと白茶、
これまた違う、はい、なんか柔らかいね、うん、なんかあ見てごらん、なんか柔らかい、見てごらん、パーンするとこの凛とした、うん、今度はこの色の佇まいで、そうですね、はい、なんかこう全然違う、こう信頼とか主役のイメージですけれども、うんうん、そのね、はい、アズールはなんかこの品格がある、そうそう、ね、すごい三者三様の顔は全然違うね、そうなんですよ、やっぱりこのね、ナストルティースピガートをハンドルに使うデイリートート、はい、今までデイリートートかなり私たちいろんな素材でご提案してまいりましたが、このバランス初、うんうん、そして長瀬さん、あの細い方だったら肩いけます、どうだろう、ギリギリかな、今日ちょっとニットを着てるんですけど、うん、あでもまあギリ、あただコート着たら多分無理です、そうですよね、うん、太い私だと、まあ、太い私でもギリかな、うん、でもね、なんか最近たまたまなんですけど、こうちょっと街を歩いてて、はい、こうやったりとかする人よりもこうやってこれだけで持ってる人の方が確かにおしゃれな人が多いんだっていうのを今さら気づいた、ね、いやでもほとやっぱり肩からかけるってすごく楽だし便利だし、でも最近はバッグの持ち方がファッションだって知ってますか、いやだまたそんなこう高尚な話入ってきた、そう、なになに高度な話、ちょっとパリではえちょっと最近ほらストラップが短い、はい、長いの話したじゃないですか、はい、そうだった、あのダサくなった話ね、おパリでは、はい、なんと抱える、掴む、ハンドルは、ハンドルはあと持たないの、いやハンドルはこうやって絡めて掴むとか、なんか持ち方なんですよトレンド、なんかニューヨーカーっぽい、そうちょっとこうやって、でも荷物が入ってたらこんなことできないじゃないですか、できないできない、でもファッションやる人たち、まあ一旦ねこういうのが流行りましたけど、うんうん、なんか抱えるとかこうやって持つってあんまりなくて、もうおっぱいではこうとかこうとか、抱える掴む、まあ大きさによってですけど、うん、このぐらい大きいのはね、もう抱える、抱える、まあ、持ち方がトレンドになってきて、あのどうしてもショーをやるとこうやって抱えてますよ、見ていて、あの歩く時も、そう、あとは、まあ、シンプルにこうハンドルで持つ、このまま、ごめんね、そう多分消えちゃうけど、こう、そう、うん、こうやって持つだけ、でもちょっと抱えて、こうやって0個抱える、あ、そう、こっちじゃない違う違う、もう綺麗に持って、いやもうこうやって切ってこれぐらい、顔切る、こうやってクシャッと持つみたいな、なんですよ、でもねそんなの私たちには関係なくて、うん、これが、うん、なぜこのバランスかっていうと、もちろん薄着の時は肩からかけていただけますけれども、うん、やっぱり持ち方としてはなんかねこうハンドルで持っていただきたいな、うん、本当なんか普通に街の中でこうちょっと今消えちゃうと思うんですけど、こうやって持ってパッと歩いてる人が、あなんか素敵だなって思ったんですよ、うん、で一方その時私はちょっと荷物が多くってこう肩のタイプなんだけど、服がこうなんか服がねよれちゃうからね、そうなんですよ、こっちだんだんずれてっちゃってみたいな、こういうなんか余計な仕草をしながら歩く自分が、あなんかやだなと思った、もしゃもしゃしてて、うん、こうパッと持って歩いてるだけってかっこいいんだなっていうのを今更またちょっと思ったことがありまして、うん、でもこれ本当柔らかい、柔らかい、ちょっと荷物は少なめで、でもこのサイズ持ってた時にちょっとこうやって見てもらってもいいかな、ハンドルちょっと中でこうやって持ってもらって、あそうなるほどね、うん、でももちろん普通にデイリートートとしてのこうやって持っていただける安定感、私たちの日常で真っ白なワンピースにね、この白茶だったり真っ白なワンピースに、そうだね、うん、それはあのほらショップチャンネルピーポーを撮るときはそれやってください、ピーポー最近見ていただいてますでしょうか、見てあげて、あれには実は秘密があります言わんでいい言わんでいいだってあのずっと下向いてるからね、小林さんのね、あれもう自撮りですよ、自撮り、すごいよね家で自撮り、一人三脚立てて、三脚っていうか、うん、夜寝る時 の iPad 立てあるじゃん、はいはい、あれにスマホを挟んで置いて自分で
あのこう普段もこう、ね、皆さん知ってらっしゃるから、ね、YouTube を通してとかね、それとあなんか下向いてるってみんな下向いてる。なんか最初はなんか明るくはぁとかやってたんですけど、それは今っぽくないらしいので、あの下向いてる、あれは今っぽいやつね、うん、でも時代はいろいろ変わるから元気にはーんってやつと違うみたいずっとでも逆らうのもありかもしれないずっとニコパッチやそうそうピースとか、ね、ピースとかピースやっちゃう今度ピースこれ、ね、裏話を知ってる方は喜んでくださるけど、ね、だけ見ると大丈夫ですかねこの人ってなりますよそうですね、ブランドのイメージを落とす。いやでもこのねハンドルもね、はい、本当に持ちやすいし、だから普通に握りやすいようにで安定感バランス最高よ最高、まあ、本当に普段から使っていただけて、うん、はい、この使いやすさと、うん、まあ、デイリー感、はい、意外にございませんよ。そうなんですよね。そうなの、なんかちょっとよく書いてちょっとおしゃれに走ったのとあとあれ機能だけをも求めて大きいかちっちゃいかに最近なっちゃって真ん中がうちにいないってことに気づいた、ね、今日この本当にデイリーにモテる ADMJ、はい、GGV で登場しますので、そうですね、ぜひぜひ、はい、お値段も期待していいですか。もちろんです。やったー。だって、はい、ここストラップ2本分使ってると思ってください。大変だ。あの一応 ADMJ ではストラップだけ販売ありますが、はいはい、1万円超えておりますので2万円弱でございます、はい、それを考えていただくと、はい、買いです、はいはい、ということでこちらが12時スタートのところに出てくるバッグですね、はい、そうですね。なんか GGV は12時ですけど、はい、ね、何ネットで0時からアップされてしまうのではないかと。ああ、そうなんだ。小林君子非常に心配しております。そうだね、ライブの時に。そうなんです。ちょっと待って、それは何これ。ごめんなさい、完全に個人的見解。何これ、どうしたの。実は1年以上前の、はい、12月に、うん、私とあなたこの財布がハマった、はい、作ったじゃないですか。作った。私でもこの財布から逃れられない人生にまだ使ってるの、はい、分かる分かる、はい、結局これに戻っちゃうんですよ持ってたね、この間、はい、見た見たあれあれそれって思ったんだよね。そう、なんでって、だって便利なんだもんだってバッグの中に入れても開けるしで、この、はい、小銭の浅いところ、はい、これ取り出しやすい、特許取っとけばよかった、はい、今なんかこれ自慢して売ってる人とかいるし。あ、本当？口悪い口悪いですよ小林さん。私じゃないから、今こっちだから口悪いですよそう、本当に幕開けとかで。本当？イラっときません。いや僕も分かるけど口悪い、本当口悪いでも本当にそれすごいすごいもの作ってるってことよ。はい、うん、で B 付き、 B 付きで、はい、今年の白、はい、白、今年のシルバー、そして金粉のたまるブロンズ、だけを作りました。なぜならもうね、これ本当個人的見解で、この口金がもうね本当にちょっとしかなかったんです。ああ、これがか、はい、この部品がか。そうなの、だから、はいはい、ある分だけ作りました。で自分が欲しいから作りましたまた買うの、はい、さっきのあのフェスタのお財布と、私、はい、今年はこの口金のお財布にしようかと。色ですよね。まあ、でも今個人の話になってるのでお客様はどうぞご自身のことを考えてください。なんか、はい、もう一回見ておきましょうか、はい、ブロンズ、ブロンズね、はい、アイボリークリームデライトのザ・ビーと、はい、ホワイトのサフィアンの型押しに、はい、ライラックの話です。はいはい、で、ね、カードはここに1、2、切れ目が3、4、はい、4、4で両方にあるのと8ね、だから、はい、であとはここにスリットが入るんですけど、まあ、あの本当に言わずもがなでとにかく使いやすいです、はい、大きいお財布ですけど、大きいお財布で使いやすいです。これはそう、はい、もう大きいお財布の中のチャンピオン、はい、チャンピオンです。本当確かにチャンピオンです、はい、で、こちらが、はい、ホワイトパール、ホワイトパール、ホワイトパールはバーガンディーデライトのザフィーを携えています。はい、で中の色、はい、おお、はい、きれい、クラウドのサフィアーノの型押しに、はい、ゴールドベージュの裏地でございます、はいはい、これもね、はい、あのいろいろ金運的にはいい色の組み合わせですよ、はいはい、
ですね。はい、そしてすごい解説、はい、金運的にはいいような組み合わせですよ。YouTube だから、 YouTube だから、はい、そして、はい、アルジェント、アルジェントシルバーイコールシルバーです、はい、それには、ブルービー、ブルービーだけですよ、はいはい、グレーネスセレーネグレーネライト、はい、そんな説明あるかな。だってブルービーは B の中でもラッキーを運んでくるからすごくいいって言ってました。はい、やだもう。そして、はい、この、はいはい、ね、パープルのサフィアの形に、うん、リッチ感があるね、はい、これ。いや色迷いますね、オリーブ。いやちょっと私本当に真剣にこの中の一色、この人がちょっと私っていう風に焦った時のこれ本当の時なので、でも、はい、フェスタ の、 あのシルバーも欲しいんですけど、うん、両方シルバーもないよね。ホワイトパール何よねって言われてもホワイトパールかちょっと見せてください。後で知ってください。わ、はい、かりました。今収録中です。でもちょっと平野さん、あの GGV の、あそうね、私何色にするかちょっと待ってほらぴったりなのよ、何気なく。どう、こっちはこっちもぴったりだと。ほらおえこれほら、ああでしょ、ここが合っちゃった。そうだから全部すごくないですか。あれまあまんまと罠にはまりました。私もそんな、はいはいはい、これはもう本当お早めに、はい、ぜひ、ね、はい、お財布、はい、打ち合わせでもしてくれなかったぐらい秘密のものが今出てきました、はいはい、そしてまだありますか。はい、はい、何でしょう。12時、うん、12時に出てくるであろう、はい、ここに置いておいてください。そしてじゃん、え、なんと久々にこれスペキュラムニッケルドッキオ、はいはい、アレキサンダービストルマン、イタリアの、老舗タンナーの、はい、スペキュラムニッケルドッキオっていう素材です。もう何とも言えない、これ何なのかなって思っちゃいますよね、はい、革なの、布なの、何なのよみたいな。革の上に、はい、このちょっと光沢感のあるフィルムにカッティングを入れて作り出しています、はいはい、革自体は、はい、このなんていうの、編んであるようなものではないもんね。そうなんです。上にコーティングして、その後、型押しを、このカッティングですね、カッティングを施している。お、まあ、本当に不思議、かなり高度な技術。これアレキサンダー・ビストマンのお箱の革なんですけれども、イタリアです。はい、イタリアってすごいもの考えるね、うん、こう進化をずっとねし続けているので、うん、これ ADMJ が実はちょっと大切にずっと保管していたものなので、あんまりこうなんていうんですか、今もう多分こんな技術で革を加工したらとんでもないお値段になるっていうので、ちょっと虎の子出してみました。いやーやだー、しかもこの形がぴったり。そうなん、すごい。で、ね、最近ちょっとこうショルダー系のポーチ系が少なかったので、はい、この絶妙なマチと外縫いで仕上げた、はい、このなんかちょうど良い大きさじゃないですか。そうですね、これはオーガナイズパースとかちょうど入れていただく、はい、そうですね、はい、で内側は、はい、きますね。あ、もうこの滑らかにカーブでスーッと上がって、はい、綺麗ですよ。はい、はい、ホワイトとライラック、はい、ライラック、こっち側にしたいですね。こっちにファスナーでポケットと、反対側は、はい、ロックでの一つの大きな、よいしょ、ごめんなさい、あれ、あれだな、ポケットセレーネグレーデライト、はい、がついています、はい、で外側、セドウのところにも、はい、あ、これまたこれがマグネットになってて、はい、スマホ対策委員会でございます、はい、対策委員会がここに、はい、その顔をちらりと見せつつの、はい、で、あら、これはナストロスピガートバーグ、バーグだ、はい、でしかもバーグだってハンバーグみたいなバーグだそちらのバーグで、はい、で、これが取り外せるんだ。そうですね、だから昼間はクロスボディ、はい、そしてでもね、ちょっと抱えた、うん、掴む
これはトレンドの持ち方、掴む、掴んでやってみて。これってこのままでいいの？そうですね、そのがあのの方が、はい、でこのまま、はい、掴む、あるいは掴む、掴まない。おしゃれじゃないですか。あのサイズがいい。そうで意外に小さそうに見えて、はい、行く？行っちゃってください。入るかな、入れ方次第。本当？ちょうどなんです。ちょっとちょうどぴったりぴったり、そう、あつらえたかのような。本当にここにいる、ここにいる。長財布がしっかり、これね、長財布より大きいじゃないですか、はい、あの私の洗練ウォレット、はい、なので、はい、まあ、長財布がしっかり入ってスマホが入って、はい、あとは必要最低限のものをここに携えていただける、うんうん、まあ、旅行のお供にも、まあ、普段2個持ち派の方には、うん、とても良いサイズ感ですね。ちょっとこうおしゃれしたい時には、はい、このやっぱりリッチな素材ですから。ストロスピガートバーグ素敵ですよね。素敵、ちょっとシックに。これちょっとつけてた方がいいかもしれない。いいぐらいつけたくなっちゃうぐらい、うん、つけてぐるぐる巻きにして抱えるっていうのがかっこいいと思います。アクセサリーになるね、このストラップがね、はい、おしゃれだね、はい、おしゃれ。あ、もうちょっとまだ一色しかいってないのに、ごめんなさい、時間はどんどん過ぎている。はい、はい、そしてグレー、グレーなのこれ、はい、グレーです。黒じゃないの、はい、これひっくり返しちゃった。うわ、本当に黒じゃないの、グレー、いい色じゃないですか。これも一押しのカラーです。すごい、なんかこう日本人だから感じることができるグレー、うん、もう本当墨のような、なんかちょっとこう、そうですね、なんか薄墨のような色合い。そう、このあの、うん、スペキュラムニッケルドッキオって私がイメージするのちょっと日本の帯のね風格がある。あ、はいはい、存在感がしっかりある、はい、うん、素材です。でも硬そうに見えるんですけど柔らかいんですよ。あの仕上げがポストミシンなのでしっかりしてるんですけれども、本当にあの革自体は柔らかい、うん、セレーネグレーでライト、はい、またこの B のねバランス感がいいね、はい、はい、で最後、そして、はい、これがスキンというちょっとあのローズゴールドのお色ですね、うん、ローズゴールドにはまた絶妙な色、はい、アイボリー、ピンク色にちょっと角度によっては見えるよ。なんかゴールド、あのピンクゴールド見えますよね。あ、言っていた、見ました。あれあれあれ。そしてね、スキンというお色は、はい、ピンクゴールドですね、はい、そしてアイボリークリームデライトの、はい、小さい B がついて、なんと内側見てください、イエロー、にピスタチオグリーンっていうね、この色をこの外側に合わせるなんて、はい、でこのオロっていうアストロスピガートバーグに、これはちょっと可愛い、そして個人的にちょっと入れちゃったりこの組み合わせも良くないですか。ちょっとこうピンクのバーガンディと、ね、はいはい、こんな風に入れていただくと、ちょっとこのね、はい、なんかこう見る位置によって見える色の出方が変わるので、はい、本当に玉虫の色が変わって見えるというか、ちょっとクロスボディをお願いします。すごい素敵な色合いだなと思いますよ、はい、どれも好きだな、この薄墨色、素敵ですよね、うん、これも本当におしゃれ。あ、またこのサイズが斜めにした時に絶妙に、あのこのマチも薄いので、ここへこう体にスーッと沿ってくれるこの感じ、ね、ちょっとグレーのパンツに、はい、素敵ですね、プチンですね、うん、ああこれはまたどうよこれ新しい感じですよ、この持った時の安定感、ね、あの本当に特別な素材なので、このなんか頑張った数年間を、うん、褒めてあげたい。ちょ、あ、そう、これ、あ、私、うん、私、私、私、その色、今私今日ちょっと黄色だから大丈夫、大丈夫かな、大丈夫、どうでしょうか。あ、ちょっと洋服に溶け込むぐらいの、溶け込むぐらいの、はい、いいね、でもベージュのお洋服着た時に、うん、なんかワントーンコーデになってしまいますが、うんうん、どうですか。なんかでもないのよ、この色見たことない、本当に
見てごらんよ、なんかね本当和を感じさせる色の、ね、でもアクセサリーですよね、うん、ちょうどこう地金のようなゴール、はいはい、あのローズゴールドだったり、うん、あの本当アクセサリーとこう同じような雰囲気でお持ちいただき、このあ素敵だないいですね、うん、あの本当にいわゆる私みたいな年齢の人がこういうカジュアルなクロスボディしてしまうと、うん、いかにもスポーティーだったり、うん、あのカジュアルだったりするのカジュアルにならないね、本当にエレガントですよ、うん、これやっぱ素材すごいすごいね、ちょっとお値段知らないから私今わかんないけど、これ実はもしかしたらこれもダブルプライスになっているのかな、なってるよね、なってる、ダッブルプライス、いやこれ本当にでもあのないでしょう、この素材は本当に見てないもん、ここのところ ちょっとだけです本当にあのちょっとだけです、離したくない、そう離れたくない、いいですよね、うん、これすごくいい、すごくいいですよね、いやもう素材フェチのお客様にはたまらない一品だと思います、はい、お好きな方、そしてはい、なんか何それっていうのはどういうこと、あの実は大阪高島屋売り場のちょっと移動がございまして、ありましたね、お客様探しきれてないっていう情報が小林君のところに来ていて、一回地図でお話ししましたよね、はい、そうなんです、探してください大阪エリアの方結局探せと、同じフロアにはいます靴売り場の方にトーンと行ってしまったので、ちょっとなんかメンズ寄りのところにいるんですけど、 ADMJ はがキラキラ輝くために、はい、大阪高島屋ちょっとだけ入れます、これあおえ本当におえ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 です、おえおえです、お値段だってこうやってプルプラスだよ、おえおえです、それもプルプラス、おえちょっとだけ入れますので、はい、ぜひ現物ゲットして、いつから大阪高島屋行けるのかな、これショップチャンネルは3月10日の日曜日ですよ、はい、その日にはじゃあご用意するようにいたします、はい、ということなの で、じゃ あの昼の12時がショップチャンネルですから、はい、開店と同時に店頭へ、はい、ちょっと行っていただいて見て、はい、あの考えていただくのもいいかもしれないです、そして稲垣さん、はい、あまだある、はい、あごめんなさい、もう33分過ぎてる、はい、続いて最後の12時の、はい、手袋 C やってやつですね、わ、はい、かりました、何でしょう、なんと12時に、12時に手袋ですか、はい、12時に手袋、久しぶりに手袋しちゃいます、はい、若干これちょっと縫い目が破けた大丈夫ですかね、大丈夫ですかね、はい、これちょっと見覚えあるかもしれないんですが、オンエアでなんとご紹介します、あ、オンエアで、はい、はい、いきますか、はい、ちょっとこれリアル、リアルですと黒子のリアル、はいはい、リアルです、はい、あいいいい、もう一応ねこれで、はいはい、はい、ダブルジップのスクエアショルダー、はいはい、これです、リアルです、センター取り、センター取りで、はい、後ろはオープンポケットで、はいはい、いきます、でちょっと今いきますね、じゃあ前その最初の、はい、1ジップ目、1ジップ開けます、横から見ると、はい、最後一緒に、よいしょよいしょ、いきます、はい、ここがこの街になっていて、はいはい、シャンパンとブルー系のやつを使っています、はい、1、2とポケットに入っております、はい、開けたままでいきますね、でさらに2ジップ目、はい、はい、これメインの本体ですね、本体側です、こちらが広いです、はいはい、このファスナーが一つのポケットになっておりまして、はい、ごめんなさいね、よいしょ、手袋だと、はい、自分の指の先がどこだかわからない、そして、こちらがマチ付きのポケットとフック付きのポケット、はい、で中にはこれも付いております、でさっきお話ありました制動側にポケット、リアルでございます、はい、リアルでございますので、ストラップ本当にしっかりクラス感のあるリアルクロコダイルのダブルジップのショルダーが完成しておりますが、何や、ね、出す数ある、いやないでしょ、どうせゆっくり作らせ受注発注で、あそっか、
お作りさせていただきます。素材はまだ大丈夫ですか？はい、ADMJ アトリエで、はい、お作りしますので、はい、本当にじっくりちょっとお時間を頂戴すると、はいはい、作らせていただきますので、はい、もう ADMJ アトリエがこうできるきっかけとなったね、はい、バッグのデザインですので、そうですね、ご迷惑をお客様におかけしましたけれども、はい、なんとか1年丸1年、はい、以上 ADMJ アトリエ継続させていただいて、この度クロコダイルを、はいはい、展開するようになりました。そしてグレージュ、はい、グレージュもいいですよ。一軸目、はい、クラウド、綺麗、はい、はい、トライラックですね。やっぱりこのグレージュにアイボリークリームデライトのザビー、なんとも言えないシャンパンゴールドのナストロティースピガート、うん、そして内側がクラウドとピンク、はい、なんかこの何とも言えない配色の ADMJ のバランスが、うん、このダブルジップの中に凝縮されていて、はい、まあ、デザイナーの審美眼と職人の、ね、妥協のない仕事がこのダブルジップにしっかり詰まっていて、はい、メイドインジャパンでお作りしているこのクロコダイルのリアルクロコダイルのバッグ、本当に最近は店頭でクロコダイルのバッグを扱っているブランドがないので、うん、銀座エリアだと百貨店さんが ADMJ だったらあるよっていうことでご紹介いただいて、海外からいらっしゃった方や国内のお客様、全国からいらっしゃる銀座地区にいらっしゃる方は ADMJ の松屋に来ていただいて、リアルクロコをお求めになるという。今それぐらいないんですね、はい、そうなんです。でも本当だから一生ものですよね、はい、大切に大切に長く使っていただき、もうお母様からお嬢様へ、そうなんです、またそのお嬢様へとつないでいける素材ですもんね、はい、百貨店で販売していて百貨店が認めるクロコダイルを ADMJ は展開しておりますので、うん、はい、今そういうクロコダイルがないので、まあ、いろんなブランドさんで本当に、ね、お客様クロコダイルを求めたと思うんですけれども、百貨店の中でラグジュアリー以外でドメスティックでこうやって展開できているのは ADMJ の仕事ならではの一品でございますので、うん、ぜひお選びいただきたいと思います、はい、じゃあ最後に2人で持っていいよ、はい、やっちゃいますか。ありがとうございます。同時こういう友達いるねシリーズそうこういう友達いるね。でもちょっと素敵じゃないですかこのデザイン。本当にいいね。なんか、ね、こうお休みの日にこう手袋してるとバスガイドさんみたいな撮ろうか触らないよ、はい、うん、ね、うん、こんな風に持てたらいいね。どうですか？やっぱりお客様でリアルクロコ持ってらっしゃるお客様に店頭でお会いすると、はい、遠目から見てもあってやっぱりちょっと違いは分かる。ADMJ のクロコの片押し素晴らしいので、はい、時々見間違えることもありますが、やっぱりリアルクロコの迫力って、ね、持つオーラが違うので、うん、分かるものなんですよ。なんかね、こう、うん、ちょっと国内旅行にもこうクロスボディしたり、うん、はい、ショルダーバッグでお持ちいただいたり、はい、時にはちょっと触っちゃいますけどこうやって、ね、はい、抱えて、なんかこうクロスボディしながらも抱えるっていう持ち方もちょっとおしゃれ、うん、はい、おしゃれピープルではいいですね、はい、こんな感じで、はい、どうでしょうね。欲しい。一生ものですよね。一生ものです、はい、大事にするから買って。私にも誰に言ってるの。誰に誰かにお願いしてみた。降ってくるかもしれないから大事にする。自分で買いなさい。自分で分かりました。働きます、ね、はい、ということで、はい、じゃあちょっと降りましょうか。はい、こんな素晴らしいアイテムが、はい、これもう最後でいいですか、この時間は、はい、12時、登場するということで、はい、失礼します。3月の10日、はい、日曜日です、はい、この日ばかりは出かけないでください、本当ですね。12時、はい、20時、23時と、3回ありますが、今この配信では12時の回に出てくるであろうアイテムをご紹介させていただきました、ぜひ小林さんのもう本当に商品への思い、作り手さんたちのその思いを代弁してくれるので、ぜひねトークを聞いていただきながら、はい、心もう色は早めに決めておいていただいて、そうですね、はい、ご注文をお待ちしております、はいはい、ということで、長いお時間となりました。最後までのご視聴ありがとうございました、ぜひ、当日よろしくお願いいたします、今回のご視聴もありがとうございました。